さて、どうしましょうね。力を合わせればなんとかなるわ。でも急がないと。と言われてもな、手がかりが全くないんですよね。やっぱ傷がね気になるよね。大丈夫だ。ちょっと噛まれただけ。でもちょっとでも怖いね。うわー、いっぱい来ちゃった。急がないとな。私たち3人で入ってくるやつだ。え、あなたは出口を探して。オッケー。じゃあ急ごう。出口、これ何？手術器具。まあここにね、怪我した人とかいましたからね。何もないか。こんなの見てる場合じゃないよね。でもとにかく出口を探さなきゃ。エレベーター。本当かな。開かないか。拳銃使っちゃう。いや、拳銃使ったところでこの場で銃はやだよね。なんでその選択肢があったんだじゃここ、うわー、出れない。どうすんの？エレベーター全然使えそうにないけど。どうしよう。急ごう。これ全部キャビネット開けていかないとダメかな。あ！これだ！これ使えるぞ。エレベーター開けられるんじゃないかな。よし、ここは何もないか。まあ、バーノンがさらったわけじゃないみたいなので、ここには絶対にクレメンタインの手がかりはないと思うんで、いいよね、行っちゃって。でもさ、エレベーターの中にいるんじゃない？ウォーカー挟まれちゃうよ、もしいたら。チラ見して、チラ見して。待って、いるかどうか確認しようよ、とりあえず。どうよ、誰かいる？嘘。待って、これリーだよね。あ、もう意識朦朧としてんじゃん。嘘、この傷のせい。タイムリミット。おいおい、どうしたんだ？髪傷よ。そんな、どうするんだ？どうって、ちょっと手を貸して。意味があるのかな。ダイアンがある。よし、やるか。やめろ。待って、起きたよ。噛まれてる。急いで処置しないと。でも切らなくてもいいんじゃん。助けるためよ。時間は稼げるわ。嘘。マジでうまくいくのか分からないわ。やめて。絶対痛いじゃん。もし死んだら、私たちあの子を取り戻してサバナから。もう一体何の話だ。分かってるけど聞いちゃう。お、一体何の話をしてるんだ。噛まれても、もしかして切断すれば助かるかもって。もちろん承知よ。本気か？うまくいくかもしれないわ。それに他に手がないもの。どうする？怖い。切ってくれ。だってこのままウォーカーになるのは嫌だ。凄まじい激痛だろう。だって絶対痛いよね。でもこのままウォーカーになるのはやだ。うわ、マジか。あまり上の方で切るな。怖い。うわ、絶対一瞬じゃ切れ。痛い。無理。ちょっとの辛抱じゃない、絶対に。ああ、やめればよかった。うわー、ちょっと待って、お願い。本当にお願い。本当に手早く頼む。本当に手早く頼む。マジで。うわー！いやー！うわー！勉強強ー！
やめて、やめて、我慢してる、やめて、痛い、嘘、ちょっとやばい、今若干涙目なんですけど、本当に最悪だ。気絶しちゃったのかな、あまりの痛さ。腕、よかった生きてて、このまま目を覚まさないんじゃって心配してたの。腕が焼けるよ。それにまだ指がある感じがする。くそ、この痛みは口で説明してもわからないだろうが。顔色が悪いわ、動けそうなの？大丈夫かな。エレベーターが開いたんだ、行こう。先に行け、血が飛ぶからな。すげえかわいそうなんだけど。でも腕切らなかったらウォーカーになっちゃってたのかな。ウォーカーのいない屋上までできるだけ静かに上がるのよ。静かにつっても片腕じゃきついな。どうすんだろう、どうやって登るの一人で。うわ、これは結構きついぞ。だいぶきついと思う。片腕だよ。びっくりした。何よ、これ以上無理だよ。っていうか誰かがさ、お尻を支えてあげればよかったんじゃないの、ベンとか。片腕でこれは辛いよ、これは辛いって。登れない、危ない、驚いた。これあれかな、静かにって言ったのに大声出さない方が良かったのかな。もう早く引き上げて、誰か、あ、ここにウォーカーがいるんだ。うわ、すごい量だよ、びっくりするぐらいいっぱいいる。わあ、これ病院だっけ、あ、違う、何の地下だっけ。なんとか登ってはこれましたが、もう体力も限界なんじゃない。あ、やっぱ病院だったんだ。病院で亡くなった人たちがウォーカー化しちゃってあそこにうろうろしてたんだね。あ、そして皆さんコメントありがとうございました。前はガランとしてたのにな。立てこもる気持ちもわかるわね。ものすごい数だ。追ってきたのかな。そんなはずはないだろう。いや、わかんないよ。どうすればいい。クレメンタインが心配だ。まあ一人でいるわけじゃないだろうけどね。位置を確認して街を横切る方法を考えましょう。いいわね。行きましょう。さっきリーが気絶した件だけど。何？何さ、あの出血だ。そうね、おかしくなった、つまり具合が悪くなったら休んで。分かった。少し速度を下げよう。なんか病人扱いはやめてくれ。いや、病人だよ。でも走ったらさ、なんかあの出血ひどくなっちゃうんじゃないの？ Let's try to get our bearings. 血が止まってないもんね、ポタポタ垂れてたし。どうすんだ？とにかく横切らないといけないんだよね。あの家の向かいに教会が、あ、違う、ある教会か、リバーストリート戻るわけね。じゃあ、あの家で一休みして作戦を練りましょう。
あの抗生物質とかさ、薬ないのかな。どうやっていくか。どこもかしこもウォーカーだらけな気がするんですけど。あ、はしごがあった。悲惨な目にあったよ。あー、待って、ロープがペンキがある。痛かっただろうな。ペンキか。ペンキにはしご使えないのか。ここに書いたんだね、医者は不在のようだ。ノーヘルプって書いてあるのかな。ベン、非常口があるね。でもそれだけだ。うわー、うじゃうじゃだ。まだ死にたいか。誰かが死ぬ方が嫌だよ。思い直してくれたのか。誰も死なせないさ。いいね、僕もかい。噛まれるのも悪くない。え、嘘だ、何せ死刑宣告だ。だが気にしたって仕方がない。なぜついてきた。意外だった。今までのことを考えれば他の選択肢はないよ。そうなんだ、ちょっといいやつに見えちゃった鐘を鳴らしてウォーカーを病院のこちら側に集めれば、あの家やリバーストリートへ行くのが容易になるはずだ。分かったよ、けどまずあそこ行かないとね。今の状況どう思う。悪夢を見てる気分さ。お先真っ暗だ。現実を見据えろ。ここから逃げるんだ。いやでもベン、助けといてよかったな。ここへ来て助けられることになるとは。まあ今のところベンが役に立ってはいないんですけどね、何も。はしご持てるみたい。あの鐘のところにか。手を貸そうか。大丈夫だ。大丈夫じゃないでしょう。あれ、動けない。おお、届いたね。壊れなきゃいいけど。ベン行ってくんないの。奴らをこちら側に引きつけ、その隙に反対側から降りて家まで一目散に走り抜ける。あなたはダメよ。足の具合もいい、俺がやるよ。僕がやる。お、ベンがとうとう役に立つのか。こんな危険な仕事は失うものがない人間がやるべきだ。私はすでに噛まれてる身だ。何も怖くない。決まりだな。なんて強い人なんだこの人は。もう尊敬に値するよ本当に。もうまさかこの人が過去におすすめできないな怪我人には本当に大丈夫か。この人が殺人を犯したことなんて、もうこれで完全に帳消しな気がする。もうそれぐらい大変だもんね。結構この人頑張ったと思うよ。うわー、腕が。あ、やっぱりな、そう来ると思ったんだ。そう来ると思ったんだ。あぶねえ。あぶねえ。あ、バレた。え、絶対バレてるこれ。あ、もう戻れないじゃん、しかも。どうすんの。やはり片腕ではない。まずいぞ。どうやって戻ってくるんだ。そこなんですよ、そこなんですよね。とりあえず、あ、ここから出られそう。とりあえず鳴らすか。鳴らして考えよう。これでウォーカーたちはこのホテルじゃない病院に集まってくることでしょう。鐘の鳴る方にどんどん来ますね。ウォーカーたちは音に反応。早く戻って。人に反応っていうか音に反応してるのかな。
まあでも人を見ただけでも襲ってくるから、まあ音と人に反応するのかな。戻れません。Fuck, be careful. え、待って、やれるさ。Got this. え、待って、あそこ、開いたじゃん、あそこ開いたじゃん、開くじゃん多分。え、先にそっち見ないとダメだった。え、マジで飛ぶの？嘘でしょ。え、助かる気しねー。え、そこの蓋は？蓋。え、マジで？やばくない？引き上げてー、早く助けてくれないんだ。ナイス、よかった。すごいね。早く行きましょう。なんかあの床の蓋先に調べればよかった。あそこ気になる。でもあっち行ってたら単独だったのかもしんない。え、この人何、誰？あ、お家に帰ってこれたんだ。まあ、自分家ではないけどね。一応今のところこのお家が一番安全ということになるんでしょうか。なんだろう、ふざけんじゃねえ。何？ケニー？あれ？船は？なんだ？あの野郎。おい、どうした？バーノンだよ。だがクレムは一緒じゃなかった。一体誰があの子？別の誰かだ。とにかく探さないと。クソ、なんてこった。おい、病人にやられたのか？待ち伏せされたんだ。穴蔵暮らしに飽きたんだよ。俺を袋叩きにして閉じ込めやがって。嘘でしょ、そんなことする人なの？おい、そいつはどうしたんだ？切断した。マジかよ。ああ、とにかくまだ生きてる。それにな、んだろう、時間を稼ぎたかった。You know, get that bite off my body. Hopefully, whatever's gonna happen takes longer. ちくしょう。Jesus. わー、ケニー、あざが。一緒に来てたらよかったのにね、ケニーも。オミード、裏庭に入れるようにしてきて。ここも安全じゃないわ。Yeah. 安全じゃないのか、もうどこもかしこも。This is not happening. 信じられん。すべて水の泡だ。クレメンタインはまだ見つかってないのよ。ならクレメンタインを見つければいい。町を離れましょう。もううんざりよ。田舎の方がずっとマシだ。いや、一緒だってどこも。それいい考えだと思う。誰も前には聞いてない。聞いたよ。口答えする。やっぱここはね。そうなんだ。みんな落ち着け。何も変わっちゃいない。今するべきことはな。私は最後まで諦めるつもりはない。だから仲間割れなんて。そうさ、落ち着けよってベンに言われたくはないよね、きっとね。わあ、ボートを盗まれてしまったか。あー、ベンとケニーが言い争うぞ。これ田舎に行こう。そしたらもう、あの子を連れて安全な土地に逃げてくれ。もうみんなの言う通りにするよ。田舎が一番安全よ。だけどあなたはまだ生きてるのよ。だから諦めないで。田舎が一番安全っていうのはやっぱ人が少ないから、もともとの人が少ないから、ウォーカーになった人も少ないからっていう意味なのかもしれないね。冷静にだって、リーは噛まれて先がない。クレメンタインも見つからねえ。そして頼みの綱の船も盗まれた。それで、お前なんか戻ってこなければよかったんだ。この疫病神が。黙れよ。はあ。何も言えねえ。もうどっちに何か言ってもな、多分何かしら何かなる。パーチとダックのことは本当に心の底から悪かったと思ってる。育児なしだったことも認めるわけだ。闇は死ねばよかったなんて言うのはやめて。そうさ、あんたはまだマジさ。別れだって言えたんだ。僕は妹たちがどうなったかもわからないんだ。そうだろ？なくしたとはいえ、それまでは一緒にいられたんだ。そうか。それに引き換えこっちは死んでウォーカーになったか、もっと悪いことになったか何もわからないんだ。
So give me a fucking break! でも辛かったんだね、今までね。ね、俺は。そうか、そんな事情があったとは。裏庭には入れないはず。そんなわけないか。武器を探せ。ケニー。覚悟を抱えせ。わかんない。何を指示すればいいの？ベン。クリスさんを手伝え。どうしよう。どうした？お。オミードに加勢しろ。嘘。やめて。散々指示しといて、今度はオミドに加勢しろなんて。ごめんね、もうなんか何を指示したらいいかわからない。あ、みんな加勢してくれてる。その辺りに包丁、どこどこ、急いでって言われても。あ、ここかしら。待って待って待って、やば。包丁といえばここでしょ、やっぱり。すごいでかいね。ほいさほいさ、これもだ。ほいさ、しまった。まだか。ここか。ふう、どうしよう、戦う準備だ。ここは頑丈そうよ、心配ないわ。そんなことないじゃない、やばいじゃない。ああ、どんどん入ってくる。全然安全じゃない。安全じゃない。助けてー。あ、ブリーだよ今の、多分。違う、すごい似てたもん。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。